今日は僕の誕生日、とっても嬉しいけど将来のことを真剣に考えなきゃいけない年齢になって焦りも感じているんだ。貯金してもお金が増えることはないし、資産運用のこと考えないといけないな。今結構盛り上がっていると聞く米国株なんてどうだろう。僕は資産運用の一環として米国株を組み入れているのさ、なんて言えたらかっこいいよな。だけど僕みたいな初心者が株取引に手を出して下手に失敗して、せっかく稼いだ自分のお金が減ってしまうのは怖いな。何かもっと気軽に資産運用を始められるいい方法はないかな。浮かない顔してどうしたの？あ、ポイカツ先生、あなたの悩みは聞かせてもらったわ。資産運用のために投資を始めたいけれど、損するリスクを考えるとハードルが高くてなかなか始められないわよね。そうなんです。波風がある株式投資は僕にはリスクが大きすぎて、いろいろ考えたら結局無難に貯金でいいかと。もったいない。でも先生、今ハードルが高いと言いましたよね。今ポイントを使って株の取引ができるサービスがあるの。これを利用するとリスクを軽減しながら株式投資にチャレンジできるようになるわ。ポイントを使って米国株取引？お買い物で貯まるあのポイントのこと？そう、株の取引をするときに手数料や売買代金に楽天ポイントが使えるの。あなた、楽天ポイントは貯めている？この前、自分の誕生日プレゼント祝いに楽天市場でお買い物をしたから楽天ポイントが貯まっているはずだけど、いつも使い道に迷ってただ持っているだけなんだ。もったいない。ポイント投資サービスを活用すれば、貯めているポイントで今すぐあなたも有名企業の株主になれるチャンスよ。今すぐ有名企業の株主に？先生、詳しく教えてください。例えば手数料も含めて1万円分の米国株を購入するとしたらね、その一部をポイントで支払うことができるの。普通のお買い物みたいな感覚だね。送料と本体価格合わせて1万円のお買い物だとしたら、1500円分ポイントを使って実際に現金で支払うのは8500円で済むってことだね。そういうこと。もちろんいっぱいポイントが貯まっていたら1万円全部をポイントで支払ってもいいのよ。米国株の購入は米ドルか日本円の支払いのどちらかを選べるけど、ポイントは円での支払いの時のみ使えるから、そこは気をつけてね。そうなんだ、すごい。お買い物で貯まったポイントで株が買えるなんて考えたこともなかったよ。これならリスクを心配せずに始められそうだ。しかもポイントが貯まるのはお買い物だけじゃないの。楽天証券の超割コースっていう手数料コースなら、手数料の 1% 分のポイントがもらえるのよ。ポイントで買ったのにまたポイントが貯まるの？これは使わない手はないね。でも米国株って何十万円、何百万円と必要なんでしょ？それなのに手持ちのポイントだけ使ってもお金が足りないよ。そんなことないの。なんて言ったって米国株は一株から購入することができるの。楽天証券では1万円前後で買える有名企業の米国株の取り扱いもたくさんあるの。私も最初はそういう銘柄で練習したよ。そうなんだ。1万円以下の少額からスタートできる株があるなら僕にも買える銘柄がありそうだ。私は最近 ETF で練習することもあるんだ。 ETF ってどこかで聞いたことある。 ETF はね、よくニュースで聞くニューヨークダウとか S&P500 とか、いろんな指数と連動して価格が動くの。簡単に分散投資できるし、少額でも買えるから初めての株投資にぴったりなの。アメリカでは資産運用といったらまずは ETF からと言われているほどスタンダードな商品なのよ。そうなんだ。分散投資は大切だってよく言うよね。そうそう。それに楽天証券だったら手数料0円の ETF もたくさんあるから、そういう ETF で練習してもいいかも。そうなんだ。それなら気軽に始めてみてもいいかな。それに2021年12月から
毎月定期的に米国株を買い付けられる米国株積み立てサービスも始まったの。米国株でも積み立てができるの？そうなの。これを設定しておけば、設定した金額の範囲内で自動的に注文を出してくれるの。これで貯金の感覚でコツコツ積み立てしていけるようになるよ。もちろんこれもポイントで始められるの。すごいや。設定しておけば貯まったポイントが自動的に積み立てに回るんだね。これなら面倒くさがりの僕でも継続して続けられそうだ。これで株主デビューね。早速家に帰ったらやってみるよ。いいこと教えてくれてありがとう、ポイ活先生。何かわからないことがあったら楽天証券のチャットボットに聞いてみるといいよ。営業時間内では有人オペレーターも待機しているから気軽に連絡してみてね。結構親切に教えてくれるわよ。とっても面白い話を知ってしまった。急いで帰ろう。いい報告聞かせてね。今日からポイントで米国株取引始めてみよう。